ミュージックス TV 改めて今月のゲストは伊藤美久ちゃん。10代の頃から声優として活動。名前の通りお美しいですよね。そんな美久ちゃんが憧れの場所に行っているそうですが、一体どこなんでしょうか。美久ちゃん、かわゆう南條さん、伊藤美久です。そこってまさか。なんと私はアメリカのニューヨークに来てます。どうですか、本場です。ちゃんとリアルガチのニューヨークです。なんでニューヨークにいるの？今日はですね、実は ANYC っていうニューヨークで行われているアニメイベントに招待していただきまして、おとといと昨日はそのステージに出てました。そして今日はオフです。イエーイ。南條さんはニューヨーク来たことありますか？私はね、ありません。ないです。ああ、そうなんですね。今日はぜひ私の分まで楽しんでください。はい、楽しんできます。行ってきます。ああ、美久ちゃん、その前に、はい、今回はですね、美久ちゃんがニューヨークにいる間に23歳の美久ちゃんに23個の質問をしちゃいたいと思います。23個もですか？頑張りますリフレッシュしたい時はお笑い番組をよく見てます。北海道とかで買えるカズチーっていうチーズと数の子が一緒になったおつまみ系のお菓子があるんですけど、それをめちゃくちゃ食べてます。もうドハマりしてます。きっかけはもともとドラマや映画が好きで、よくお芝居を見るのが好きだったので、そこからお芝居をやりたいなと思いました。主演を務めることです。ねえねえ美久ちゃん、初めてのニューヨークはどう？すごい、どこを撮っても映えな感じがするニューヨークにはどんな印象を持ってた？ニューヨークはちょっとやんちゃな街あと夜眠らない感じがしますね。ずっと明るいイメージです。いや、やっぱり活気がすごいなって思います。ずっといろんなところに人がいますね。ニューヨーク。美久ちゃんはニューヨークで一番何が見たいの？自由の女神が見てみたいです。見たことないので、どんな大きさなんだろうって思います。ニューヨークといえばですよね。他にやりたいことってある？そうですね、あと美味しいもの食べたいです。結構イベントでバタバタしてて、ここ2日間はあんまり食べれてなかったので、ニューヨークの美味しいものをたらふく食べたいと思います。うん、期待に胸が膨らんじゃうね。めっちゃすごいですね。バスとか2段バス、2階建てバスとかありますね。あれ見たい、あれ見たいです。あれってアラジン。アラジンのブロードウェイミュージカル。アラジン映画もちゃんと見れなくて、でもアラジン大好きなんですよ、アニメの方とかで。ブロードウェイミュージカルでアラジンがやってるっていうの、もうめっちゃ見たいです。やっぱ来たからにはミュージカル見ないとですよね。見れたらいいな。寒いそして美久ちゃんはお散歩中。なんか絵になっててニューヨーカーっぽいですね。うん、めっちゃ可愛い。これすごくないですか？絵かな？何のお店なんだろう。あと自分のお土産もそうですけど、南條さんへのお土産をここで買おうかな。そんな気にしなくていいよ。でもこの雑貨屋さんすごくいい雰囲気だね。みくちゃん、何を選んでくれるのかな。楽しみ。わあ、すごい綺麗。おしゃれですね。なんかちょっと昔のアメリカンな感じ。自分にも買ってっちゃおう。南條さんは猫が好きっていう噂を小耳に挟んだので、猫系のグッズを選びたいと思います。おお、でも猫の柄なくない？このランチョンマットめちゃ可愛くないですか？ランチョンマット、うわー、これすごい可愛い。大きいですね。やっぱりマグカップの大きさがすごい。スープとかの大きさ。確かに。あ、そのマグカップかわいい。猫発見しました。これはかわいいですね。うんうん、喜んでもらえるんじゃないかなと思います。南條さんへのお土産、結構大きいです。アメリカサイズです。ぜひ使ってください。はい、大事に使います。ありがとう、みくちゃん。みくちゃんへ23個の質問。そうですね、初めて主演を務めさせていただいた「普通の女子高生がロコドルやってみた」っていう作品は、自分の中でもすごく一生懸命だったし、そこで学べたことがたくさんあったので、ターニングポイントかと思います。スタジオの中での立ち回りだったり、お芝居をどうやっていくかとか、どう表現していくかとか、座長としてどう振る舞ったらいいかとかっていうのも全部教えてもらいました。周りの同じキャストの方やスタッフさんに助けてもらいながらやってました。ドラマ CD で主演をやらせていただいたことがあるんですけど、その時に一緒にやってくださった大先輩の方に、すごくそのナチュラルなお芝居が素敵だねっていう風に言っていただいて、それをずっと忘れないでいてって言われたのはすごく心に残ってます。そうですね、やっぱり同じ事務所の同期の豊田萌ちゃんとか、同じ作品で一緒になった水瀬いのりちゃんとかは一緒にご飯に行ったり遊びに行ったりとかする仲です。あとは同世代の声優さんたちはみんな仲良くしてくれます。ミュージックス TV。 ニューヨークを旅する伊藤美久ちゃん、まだまだ雑貨屋さんにいるようですが。あ、そうだ、今度結婚する友達がいるんですけど、その夫婦にお揃いのマグカップとか買っていってあげようかなって思います。それは素敵な考えだね。いいプレゼント見つかるかな。このグラスがとっても可愛いなと思うんですけど、ちょっと結婚式っぽくないですか？わかんないけど。They all mean drunk. So there's the four different ones: blitzed, pickled, turned, and sauced. Oh. Sauced. So they all mean drunk. Ah. All? All of them. Yeah. Oh. 結婚する友達がいて、その方にプレゼントしたいんですけど、どう思いますか？ Oh, good gift. Yeah. And the box? Oh. One of each. Ah, thank you. Nice. 私のお友達の花嫁さんは白と、旦那さんはブルーとかがいいかな。これで2人でお酒を飲んで楽しいひとときを過ごしてください。わあ、私の楽しみです。Thank you. You're welcome. You have a good day. I'll come back. Oh, good. Someday. Good. Hope to see you. Thank you. Yes. みくちゃん、いい買い物ができたね。みくちゃんへ23個の質問。そうですね。オールユアーズがターニングポイントだったかなって思います。自分で作詞もしたので、で一番最初に作詞した「おしんご」っていう曲もあるんですけど、それは結構自分の気持ちを書いたもので、「オールユアーズ」はファンの皆さんのために書いた楽曲だったので、自分の中でもこう歌詞書く身としても成長できたかなって思いました。そうですね、レコーディングとライブで全然なんか心持ちが違うんですけど、レコーディングの時はしっかりとこう綿密に打ち合わせして、その曲をどれだけこう繊細に作り上げられるかっていうのをやってて、ライブでは自分の伝えたいこととか気持ちを真正面からぶつけられるように歌ってます。アニメと曲がリンクするところだと思います。その曲を聴いたらアニメを思い出すし、アニメを見たらその曲を思い出すみたいなのがすごい魅力的だなって思います。みくちゃん、これからどこに行くの？すごくお腹が空いてきたので、お昼ご飯にしたいと思うんですけれども、ニューヨークですごく有名なステーキハウスがあるっていうことで、こちらです。Benjamin Steakhouseです。すごく有名らしくって、安倍首相も来たことがあると噂のステーキハウスです。じゃあ早速ステーキ食べていきたいと思います。みくちゃん、正直私今すごく羨ましいと思ってるよ。このお店ってスター御用達のところだよね。めっちゃ綺麗ですね。ニューヨークのステーキハウスは中もおしゃれだね。クリスマスツリーです。もう放送されてる時は全然過ぎちゃってるかもしれませんけど、こんな雰囲気のニューヨークのお店に来れるのも素敵ですね。ということで、ステーキハウスに着きました。すごい素敵な雰囲気で、ちょっともうお腹も空いてるのでステーキ頼むのが楽しみです。ああ、Thank you。すごいたくさんありますね。What is your recommend?I think the best one I recommend for you is the filet mignon. Filet mignon. 美味しそう。Would you like to cook medium rare, medium? Medium. Thank you. ありがとう。わあ。やっぱなんか注文するのドキドキしますよね。英語で。でもおすすめを聞いたら教えてくれたので、フィレステーキだ。どんな感じで来るのか楽しみです。まだかな。お腹すいた。わあ。フィレ？フィレット。わあ。ほうれん草。I like ほうれん草。どうぞ。Thank you。ミディアムにしたので。おっきいですね。わあ。湯気が出てます。あ、美味しそう。いただきます。ステーキってこんな味するんだ。It's very delicious。とても美味しい。とても美味しい。Thank you。全然硬くない。すごい柔らかい。ほうれん草がすごい合います。美味しい。大きく切りすぎたかもしれない。ああ、なんだか私までお腹が空いてきました。南條さんもお腹空きましたか？それじゃあこの美味しいステーキを少しだけお裾分けしたいと思います。いいの？じゃあ南條さん。はい。そうだよね。ああ、誰か私をニューヨークに連れてって。なんかちょっと入ったりとかして見たいな、お店。いろんなお店があるから。と言っていたら気になるお店を発見。あ、なんかめちゃくちゃニューヨークって感じのお店が入ってみたいと思います。店内にはニューヨークのお土産がいっぱい。りくちゃんのお眼鏡にかなうお土産はあるのでしょうか？すごいですね。いろんな、もう入ってきたら全部ニューヨーク。何かお目当てはあるの？目当ては自由の女神のマグネットです。豊田萌ちゃんからマグネットを頼まれていて、でもちょっとあんまりなさそうなんだよな。自由の女神はいっぱいあるんですけど、もはやこれをあげようかな。いらないって言われちゃうかな。私はマグネットが欲しいというか。お、いっぱいありました。自由の女神でニューヨークって書いてるマグネット。これすごいニューヨークっぽくないですか？これめっちゃニューヨークっぽいですよね。マグネットはこれにしようかな。マグネットも見つかったところで質問。もうアニソンのお祭りですね。アニマックスミュージックさんは自分の持ち曲をやるのはもちろんですけれども、コラボとカバーがあったり、あとはスペシャルなコラボ、私が経験したのだとマガジン60周年のコーナーとか、コーナー別にあるのもすごく面白いなと思います。ライブの良さは自分の歌が皆さんに届いてるっていうのがこう自分で確認できる場だっていうのがすごい素敵だなと思います。こう音楽を楽しむっていうのがやっぱりライブの一番の楽しみじゃないかなと思います。見てくれてる皆さんへのお土産も買わないとですね。カゴに入れるか、これとかかわいいですね。スプーン1個はこれにしようかと思います。これすごいかわいいけど、I love New York. Do you know New York? はい、知ってます。私の英語力のなさ。視聴者プレゼントも決まりましたが、お買い物は続きます。これ使いやすくないですか？トートバッグ。これ欲しい。私が欲しいくらい。あ、かわいい。私これ欲しい。南條さん、どれがいいと思いますか？私ですか？そうですね、かわいいのがやっぱいいなって思うので、真ん中かな。あ、南條さん真ん中ですか？確かにこれが一番ポップでかわいいですよね。じゃあ真ん中にします。それがいいと思う。南條さんが決めてくれたこのポーチにします。これを毎日カバンの中に入れて今日思い出したいと思います。みくちゃんからのプレゼントは番組の最後で。いや、お土産買えましたね。あ、素晴らしい。自分のも買えたし、あとは皆さんへのプレゼントも買えましたね。それじゃあ次に行きたいと思います。なんか無理をしないもちろんしっかりと歌も歌うしパフォーマンスもするけど、自分が無理してなんか盛り上げようとか自分っぽくないことはしないようにしてます。私らしいステージをいつも心がけて立ってます。そうですね、ライブの前になったらストレッチしたり筋トレちょっと多めにやったりとかはします。苦手なトレーニングは腕立て伏せです。全然腕の筋肉がなくて10回できるかどうかっていうくらい腕が本当にダメなので、もうちょっと鍛えてこう筋肉をつけたいとは思ってます。ダンスはすごく大好きです。踊ることが好きで昔からよく踊ってたので今でも好きです。とっても難しいですね。歌も歌いながら歌詞もこう考えながら振り付けもやるっていうのは難しいなって思うんですけど、でも逆に慣れてくると踊りながら歌う方が簡単になったりとかも曲によってはします。体に染みつくので。そうですね、ひらめきハートビートのダンスはすごくキャッチーで面白くて可愛い振り付けになっているので、サビのところとかはぜひ一緒に踊ってほしいです。みくちゃんのニューヨーク旅、いよいよ念願の場所へ。そこはということでフェリーに乗って、自由の女神の近くまで行きたいと思います。ニューヨークのフェリーに乗れるなんてなんかロマンチックでドキドキしますね。でも結構息が白くなるぐらい寒いです。マフラーを忘れるという大失態をしました寒いな、風邪ひかないように。うわー、もう見えてますね。ちっちゃいけどすごーい。あそこまで近くまで行きます。楽しみ。よいしょ。はい、フェリーに乗りました。海です。海だ。もう目の前には見えてるんですけど結構揺れてますね。ちょっとドキドキしますけど無事に着けますように。でもちょっと天気が曇ってきちゃって雨が降るかもしれないっていう天気になってきたっぽいので、ちょっと私雨女なんで何とも言えないんですけど降りませんようにってお祈りしときます。うわ、揺れる揺れる。フェリーの上ですが23個の質問も大詰め。次の質問いっちゃいましょう。そうですね、でもお笑い見てる時とご飯食べてる時はすごいテンション高いと思います。今までだったら引きこもるとか言ってたと思うんですけど、ちょっとニューヨークとか来てみて旅するのもいいなって思いました。1週間あったら海外も行けるし、ちょっともしいつかどこかで1週間休みができる日があったら行ってみたいです。そうそう、みくちゃんって特撮好きだよね。特撮作品の魅力は語りきれないですけど、見てると童心を取り戻したりとか、逆に大人が見るとすごくこういう気持ち忘れてたなみたいな、こう強くてストレートな気持ちとか正義感とか思い出せると思うので、そこが魅力だと思います。私は守られたい派なので、ヒーローになりたいっていうよりは守られたい派なので、ヒロインになれたら一番嬉しいなと思います。質問をしているうちにとうとうリバティアイランドに到着。風が強いです。鳥も鳴いてます。自由の女神像はまだちゃんとは見れてなくて、船の上から見たんですけど、上陸はしました。なんか自由の女神って本当にアメリカの象徴っていう感じっていうのしか知らないし、大体教科書の表紙とかになってたりとか、社会科のねしたりするじゃないですか。だから本物を見れるなんて、見れる日が来るなんて思ってなかったです。こんな大きいのすごい。ついに念願の自由の女神とご対面。いやー、おー、大きい、すごい。うわっ、うわっ、すごい。会えてよかったね。私も行きたかったな。夜になりましたが、みくちゃんがやり残していたことが。私がずっと見たかった念願のブロードウェイミュージカルを見に行きたいと思います。アラジンを見ようと思ってまして、すごいやっぱり曲とかもストーリーも大好きなので、演じる側としても何かたくさん得られるんじゃないかなと思うので、ずっと見たいなと思ってました。そんなブロードウェイミュージカル「アラジン」のシアターがもうそこにあります。ということで、今からアラジン見ていきたいと思います。行ってきます。楽しみ。いってらっしゃい。ミュージックス TV。 ということで、ブロードウェイミュージカルのアラジンを見てきました。めちゃくちゃすごかったです。今まで見てきたミュージカルとやっぱり全然スケールとか迫力が違くてびっくりしました。いいものが見れました。ありがとうございます。最後にみくちゃんには、今日一日過ごして感じたことを色紙に書いてもらいました。こちらです。憧れのニューヨーク。世界は広いな。美しいな。です。世界の広さと、まだまだこう自分はそれに比べてちっちゃいなっていうことを実感しました。本物だって感動しました。ということで、ミュージックス TV 最後のゲストは伊藤美貴ちゃんでした。南條さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ああ、23個の質問、あと1つ残ってました。美貴ちゃん、今後どんな声優、そしてアーティストになっていきたいですか？なんか大きくなりたいとか有名になりたいとか。あんまり思ったことがなくて、こう目の前にあるお仕事を真剣にこうできていれば良いかなって思ってたんですけど、ニューヨークに来てみたらもっと大きいところを目指してみてもいいんじゃないかなって思いました。すごく夢が膨らんだというか、大きく大きくなっていけたらいいなって思います。そのために精進したいなって思いました。番組を見ている方2名様に伊藤美貴ちゃんのニューヨークお土産をプレゼント。こっちの熊とこっちはセットでサインを入れてプレゼントします。ぜひ大切に使ってください。たくさんのご応募お待ちしています。飛び込むよ Go to heaven, don't guide the paradise. It's something dangerous, dangerous. We like it, serious, serious.